おはようございます。二度寝三度寝して12時半まで寝てた。しかもめっちゃぐっすり。今これ昨日作ったカレー温めてて、もうかけちゃっていいの？もうかけちゃっていいの？ありがとう。まあ、その、うん、普通の好きなだけ、結構サラサラなんだ、やっぱり。はいはい。カレーうどん、薬味のネギ、コーヒー。いただきます。うん、おいしい。ガーリックな。オーブンから出して。あ、いいんじゃない？このサラミ。どう？うん。やっぱりしっとりにしか焼けないね。カリッとは焼けない。食べないの、これは。今何やんの？そのまま食べる。え？そのまま食べる。そのままって何？カレーで、カレーで食べたい。そう。何？ホミはこれ食べたくないの？あっち。でもこれガーリックの味ついてるよ。
つ。すごいもちもちするね。うん。例えば去年しょっちゅう言ってたけど最近行ってないね、カレー、うん、カレー屋さん、うん、考えると去年の方が外食した感じがするね。やっぱ今はさ買い物に行けるから、うん、家の方が外食より好きなもの食べれるし、まあグルテンフリー解禁されたらもう影響あるんだよね、うん、そうかな、関係なくなったら外食だろうが家で食べろうが、あでもカレーはそうだね、そこはグルテンフリーだからね。よく言ってたっていうのはある、最近もカレー食べなくてもさ日本のカレー食べれちゃうよ、あれ食べれなかった、あのまあグルテンもそうだけど入手方法的にも、うん、ありがとう、何もう一枚焼いた、デザートがないってマフィン2箱も食べちゃうからでしょ、アイス私のでしょ、あれあれ私のじゃん、あれ減ってないよね、食べてるもしかして、うーんよしよしよろしいなら、あれパン食べないので、あのさブドウ洗ってきてもらった、よいしょ、今日もあれを、今スキー場から帰ってきた、うん、海がカレーにジャガイモ入れてくれた、チーズ入れた、取れなかった、海のやつ、海のやつはチーズを溶かして、でももう混ぜちゃってるからよく見た目が分かんなくなっちゃった、
俺切りすぎて切り落とせちゃった。これ結構ふわふわ柔らかいね、このパン。何入れたの？ハチミツとピーナッツバッター。ミホミはあと何食べるの？あ、これ食べようかなって。塗ってないから細くなってるだけでそんな量はない。細くはない、太い。もう全部塗ったら本当に、ね、少ないよ。上に持ってるからこんな感じで見えたけど、あと2分で米炊ける。米も今炊いてて炊けた。今ちょっと食べる？食べない。よいしょ、やっとご飯食べれる。さっきからうどんとかパンとか食べてたけど、もうちょっとチーズ入れたいな。お腹いっぱいになっちゃいそうだもん。お腹がいっぱいになりそう。あ、結構食べてるからね。また切ってる。そんな結構は食べてないけど。Homie.